ちは、ゆにです。かんしゃです。今日はこの葉っぱでクイズを出して遊びたいと思います。とっても簡単です。やってみよう。これがモクマオオノキだよ。モクマオオノキは沖縄だったら海の近くに行ったらよーくあります。近づいて見てみると細い葉っぱでとってもね、松の木に似てるけどちょっと違うんだよね。モクマオはもともと沖縄になかった木だけども、今は沖縄中どこでもあるんです。ただこれの葉っぱをポンって取ってみてください。葉っぱを取ったらじゃじゃーん、こんな感じになってます。よく見えるかな。葉っぱはね、一個一個がこうやって取った葉っぱを1個持って、ここのね、節わかるかな、白い節がいっぱいあるので1234って並んでるから、この1個の節のところから葉っぱをピッてちぎります。そしたらなんとこの葉っぱさん、ここからまたギュッて刺すと元に戻ります。あ、くっついた。あれ、どこが切れてたかわからなくなったよってクイズです。はい、どこが切れてるでしょうか。お、ここでした。ここでした。では次の問題です。はい、ストップ言ってください。どこですか？ここ？ここかな？残念、ちょっと違った。ここでした。ここでした。せーの。下。オッケー、じゃあ引っ張って。正解、やったー。みんなモクマオの葉っぱで遊んでみてね。バイバーイ。バイバーイ。